カーオーナーの素朴な疑問戦術、車の保険を更新した際に、今回から、ロードサービスが付帯しているから安心ですよという、説明を受けました。出先などで、エンジンがかからなくなったりすることを考えると、確かに安心だなと思いました。ですが、よくよく考えると保険を使うということは、翌年の掛け金は上がるということになるのでしょうか。山梨県、48歳、主婦。 プロショップの回答車に乗っていて、予期せぬトラブルに見舞われることは、誰にでも起こり得る話ですよね。特に、出先でのバッテリー上がりやパンク、ガスケなど、よく聞く話ですし、実際にロードサービスに出動する側としても多い案件です。最近では、自動車保険にロードアシスタンスサービスが付帯している、ケースが多く、一般ユーザーの方への認知も広まっていますし、 実際に利用される方も増えていると思います。質問者様がおっしゃる通り、確かに保険に付帯している、ロードサービスを利用するということは、保険を使うという感覚ですよね。細かいサービスの内容は、保険会社によって様々ですが、結論から言うと、ロードアシスタンスを使ったとしても、事故などで保険を使用する場合とは異なり、翌年のかけ金、ね、 保険料には影響しません。ちなみに、保険を使うと、翌年の保険料が上がるのは、等級と呼ばれる割引率の基準が下がることが、原因です。ここでは、等級制度の詳しい説明は省きますが、ロードサービスの使用は、等級とは関係ないということです。そういったわけで、車のトラブルで困った際には、迷わずロードサービスを利用してください。ただし、より安心なのは、 普段利用している整備工場などで保険にご加入することです。いざという時には窓口が一つなのでわかりやすいですし、きっと親身になって対応してくれると思いますよ。カーオーナーさんの質問に回答してくれたプロショップさんは、カーオーナーさんの質問に回答してくれたプロショップさんは、東京都葛飾区にある掘り切り自動車工場の伊藤博文社長です。 ショップ情報、店舗情報、掘り切り自動車工場郵便番号124-0006、東京都葛飾区掘り切り4-6-16電話 0336935105http www.horikiri-canr